付き合ってた恋人だけじゃなくて、もう誰彼となくこう覆っちゃうみたいな。それはバカだからさただのバカだからさ、それはダメだよ。そのだからもう、ね、勘違いして余裕の金は持たねえなんてかっこいいこと言って、わしもすってんてんでさ、ね、ピーピーしてたらダメだよ。いるいるよ、そういうのも。デートの時に、まあ、ケチでお金を出したがらない男性とは別れた方がいいのかどうか、まあ、割り勘する人と奢ってくれる人とかどっちがいいのかという質問ですね。お金があってケチなら即刻別れた方がいいね。貧乏でケチな男性はいい。ケチっていうか、頑張ってるのが分かればいいよね。もうケチはダメだよ。鼻からケチはもう、ダメ。ケチはダメ。ケチはダメ。ケチ臭い男はダメだって言うんですよね。もうケチ臭さが匂ったり、もうお金の感情ばっかりしてるようなのが匂ってるのは、ちょっともう男として、なんか器小さいなと思っちゃう。でもどんぶり館長の男っていうのもなんか結婚してからね、あのそれでダメだけどね。なんかそれこそあのね、見えっ張りで付き合ってた恋人だけじゃなくて、もう誰彼となくこう覆っちゃうみたいな。それはバカだからさただのバカだからさ、それはダメだよ。そのだからもう、ね、勘違いして余裕の金は持たねえなんてかっこいいこと言って、わしもすってんてんでさ、ね、ピーピーしてたらダメだよ。いるいるよ、そういうのも。ね、勘違いしてて、いやケチくさいの出したらダメだと、そう、ね、俺はもういつでも持てるなみたいな、あの勘違いしてる男いるじゃないですか。いるそれでもピーピーしてギャンブルやっちゃってもすっちゃったりとかね。株とか手出してね、はったり男はダメだよもう口先だけのはったりじゃなくて、本当にお金があるならおごって。だからその本当のさ、男気っていうのがさ、内容伴ってないのも男気じゃないからね、それはね。もうそれは偽物だからね。かっこつけたかったらやっぱり経済力がさ、なんかちょっとかっこはつかないよね。経済力のない男はダメってことですか？状況による。例えば何、頑張ってて例えば事業やりました、うんね、だけどいろんな理由でちょっともうこけちゃって、うん、今余裕がないって言ったら、うん、ある方が出してやればいいんじゃないの。うんだからその付き合い方とかさ、相手の状況とかさ、ただ女の子に対して軽くあしらう人いるわけよね、男でも。遊び人タイプ、あ、はいはい、そうすると肌から女にお金を出さないタイプがいるわけよ。女性に出させちゃうってことですか？そうそんな男性もいる。だから付き合ってやるんだからお前が出せよみたいなのもいるわ。まあ、私じゃないよ、あのちょっとカウンセリングのねあれでいて、だからそれを払っちゃう女の子がいるわけ。付き合ってやるから、俺がご飯ぐらい食べてやるんだからみたいな勢いで女の子も払っちゃって、でそれでも納得してる女、バカな女もいるわけよ。それでもあれですよね、男性のバカっていう女性のバカ。そう、だからそこも大バカすぎるんだけど貧乏が好きな女の子いるじゃないですか。尽くしたいね。そう、あの今無職で、うん、あ、私がいなければ、そうだから出してあげちゃうっていう。まださ、そっちの方がマシかもね。だってその貧乏で、その貧乏人のさ、お金貧乏の男がね、その彼女一筋だったらまだいいじゃん、彼女それ尽くしてやれば。だから今もう苦しくて、今なんかいろいろ頑張ってるんだけど今大変なんだよねっていう状況の中で、でもこれ、あの、でもね、ダメ、やっぱね、ダメ、ケチはダメ。あのね、デートに誘う時点で、例えばものすごい困ってようがなんだろうが、デートに誘う時点でお金借りてきてでもいいから、やっぱり男はね、その子のためにお金を使っ、まあ彼女だったらね、うん、ちょっと友達だったら割り勘でいいよ。でもその時ぐらいはどっかから何とかしてでもお金借りてでもいいから、ちゃんとご馳走してあげるぐらいの器量がなかったら
絶対無理。どうなんですか、見栄っ張りな男性ってやっぱいるじゃないですか、うん、でだからやっぱり女性からモテたいと思うがために、うん、本当はお金全然ないのに、サラ金から何かが借りてきちゃって、よし今日は俺がおごってやるみたいに言って、実は金利 30% 払ってるみたいな、それなんかちょっと そこはさ、その時点でその男に問題があるからさ。ただその相手次第、男が女にお金払すのがかっこ悪いからつって、かっこつける男だったら払ってもらった方がいい。かっこつけたいならね。だから そういうかっこつける男もどいや、ね、いるよ、いっぱいいるよ。そのお金があって出すよっていうのはね、それはいいんですけど、なんかお金がないのにかっこつける男って、なんか逆にその先付き合って逆に心配ならないかな。大体潰れる、どっかで潰れない。もうそんなね、俺が払ってやるからよなんていうのは3回5回6回ぐらいまではいいよ、かっこつけちゃって、まあ、でもその付き合いが長くなっちゃって続かないですよね。そう、全然続かなくて、そういうやつに限って後から言うから、こんな俺金使っちゃったんだけどって。ではそういう人は逆にあれですか、正直にやるお金ないから割り勘にしてくれっていう男の方もいいんですよね、うんうん。だったら最初からギクシャクしないように、もう2人で決めればいいと思うよね。最初から割り勘で、誕生日とか、あのそういうお祝い事はちゃんとね、やるお互いやるけども、普段はもう割り勘でいいとか決めとくとかさ。あと男だったら、例えば5回に3回は男がおごって、ね、2回は女の人も当たり前と思わないで私が払うっていう謙虚さも必要かもしれない。まあ、全部10回デートしたら10回男が払わなきゃなんないと思ってる女もいるわけよ。あ、全部もう男がお金払うもんだと思う。私もね、夜ね、昔働いてた時はね、お客さんの金持ちしかいなかったから、そこの、クラブはね、金持ちしかいないから男がお金払うもんだと思ってたもん。でそれやめて外に出たら、そんなことないわけじゃん。そんなのね、そんな男が全部払わなきゃなんないっていうことも、男性からするとあれですよね、その女性に出してはあげるんだけれども、嘘でもいいから私払いますっていう、あの仕草が欲しいんですよ ね。あれがそのお前出して当然だろうみたいな、そのなる雰囲気だと思う。そうするとなんか背景だみたいな感じ。あ、すいませんとか、私が、あ、ここはとかさ、例えばそれが3回に1回ね、ずっと払ってんだ、あ、ここはやっぱり今日は私が払いますとか、やっぱりそういう、そういう女の子だったらもう男はもう、カクッときますよね。来るよね。だから男もね、女もね、お金の払い方でね、見えちゃうの。もうこの先続くかなっていうお金のね、払い方で。だから本気で人を好きになるなんて思いもしなかったなんて、嘘嘘嘘。Thank you.